はい、どうも宮崎です。今日はスクワットについて、フォームとかを解説していきたいと思います。でスクワットは体全身使うことができる、まあ本当基本の基本の種目で、太ももとかお尻とか腰とか腹筋とかいろんな筋肉を使うことができるので、とにかく何か困ったらまずスクワットをやればいいと思うぐらい大事な種目です。でまずスクワット、バーでやるのが基本なんですけど、バーの担ぎ方としてはこの結構首に近い位置、首に乗せちゃうとあれですけど、肩の高い位置で持つハイバーとローバー、後ろの方で肩の後ろの方で持つローバーの2つあります。ローバーのは結構股関節を使いやすい、お尻を使いやすいフォームで、ハイバーの方が体をまっすぐ立って腰の負担が少なく、まあ、主に太ももの前に効かせやすいスクワットっていう風に使い分けができます。はい。でポイントとしては頭からお尻までしゃがんだ時にこう丸まったり腰が丸まったりせず、しっかりこう頭からお尻までまっすぐの状態でしゃがんでいく。これがまず一つ。これは腰を保護するため。女性とかだと腰を反りすぎて、極端に反りすぎてしゃがんでしまう人がいるんですけども、極端に反りすぎてしまうのもまた力がお尻とかに力入りにくかったりするので、反り気味の人は軽くお腹に力を入れる、まあ、どちらにしても軽くお腹に力を入れながら頭からお尻までしっかりまっすぐ保つように、腹筋にグッと力を入れて立ち上がるようにしましょう。で膝の向きは、膝はつま先と同じ向きに、膝が内側にこう入りすぎたり内側に入ってしまったりしないように、極端に入らなければ一応大丈夫ですけども、入りすぎないようには、基本としては気をつけましょう。で、しっかり太ももが床と平行ぐらいまではしゃがむようにしましょう。そうすることでお尻など裏側の筋肉に効かせることができます。こういうフォームですね。頭からお尻までまっすぐ、膝はつま先と同じ向きで、 足は基本は肩幅よりちょっと広いぐらい、つま先は軽く外に向ける、これが基本です。で先ほど言ったように肩の上の方で担ぐと姿勢をまっすぐしやすいんで、腰の負担が少ないスクワットができます。後ろの方で担ぐとこういうスクワットに近くなるので、裏側には効きやすいけども、腰も痛くなりやすいというので、ちょっとバーの担ぐ位置は、調整が必要です。1種目でたくさん鍛えられるスクワットなんで、ぜひやってみてください。ありがとうございました。